トークチャンネル。皆さんいかがお過ごしでしょうか。演歌歌手の徳永ゆうきです。今回はですね、以前映画家族はつらいよ特別企画としてですね、大阪の方で徳永ゆうき博覧会というのをさせていただきます。その際にこうして年表をですね作っていただきました。今日はですね、徳永ゆうきの歴史をですね皆さんに知っていただきたいと思います。では早速いきますね。はい、こちらでございます。1995年2月20日の大阪市はこの花区で生まれる。この頃から鉄道を見に行く、そして鉄道が好きになる。小学生の頃から今もそうですけども、ずっと徳ちゃんとねあだ名で付けられてまして、この頃からね歌っても拳が使えるようになって、そして坊主にしてました。で、初めて北国の春を覚えでですね、小学校の高学になりまして徐々に太り始める。そして中学生になりまして、この頃から撮り鉄で、中学の時に野球部に入りたかったんですけども、人数が多くてレギュラーになれないと思いまして、なぜか柔道部に入学。中学校でね黒帯も取得いたしました。そして頭が坊主でした。そして太り始めてまいりましたね。であだ名が徳ちゃんからですね、しばらくじゃがいもと親指とも言われてましたね。あと大豆とかもね言われてましたけど、そして中学の頃人生で初めてドッキリを受けます。休み時間に女の子からね手作りのシュークリームをもらいました。徳ちゃんこれ食べてみて、私作ったよ、いただきました。もう僕ねそういうこと初めてだったのに、うわめっちゃ嬉しいと思って食べました。まあ中身は見事にからしという初めてのドッキリを受けましたね。そして中学3年の時に陸上部の女の子に恋をいたしましてですね、何もなく終わるとこのまま中学を卒業いたしました。続いて高校に参りましょう。大好きな鉄道関係のお仕事に就きたいと思いまして、地元の工業高校に進学をいたしまして、中学校と同じく柔道部に入部をいたしました。実は徳永人見知りでございましてね、人見知りを発揮し当初はなかなか友達ができなかった。まあ徐々にね打ち解けていきました。2年生の時北海道は小樽市に行きました。自由行動で一人南小樽駅にて撮り鉄。そして高校3年生の時でございます。 NHK のど自慢グランドチャンピオン大会2012に出場いたしまして、グランドチャンピオンをいただきました。これが歌手デビューのきっかけでございます。そして無事に高校を卒業いたしましてですね、いよいよデビューということでございます。高校を卒業してすぐ大阪から東京へ上京してまいりました。そしてキャッチコピーが日本の窓、そして11月13日デビューシングルさよならは涙にを発売。そして2014年の3月にはですね、 NHK ののど自慢チャンピオン大会2014にですね、水平さんの衣装でゲストしていただきました。7月にですねジャパンエキスポ2014、これフランスに行ってまいりましたね。この後ですね9月に平成ドドンパ音頭というセカンドシングルを発売したんですけど、その前にですねドドンパダンスというタイトルでフランスで先行配信をいたしました。そして12月でございます、第56回輝く日本レコード大賞新人賞をいただきまして、この国立劇場でですね平成ドドンパ音頭を歌わせていただきました。そして4月9日3枚目のシングルでございます夢探しに行こうを発売いたします。そして2016年に入りまして2月ですね、道南いさりび鉄道特別応援隊員に任命していただきまして、4月に発売いたします函館慕情が道南いさりび鉄道の応援ソングに使っていただくことになります。そして3月12日、映画家族はつらいよ、公開いたしました。そして3月23日、4枚目のシングルでございます、函館慕情、発売いたしまして、で、年表はある程度終わったんですけど、なぜ最後にこれなのかっていうことですよね。ということで、年表をご紹介してまいりました。まあ、なんせまだ21年しか生きてませんからね、どうでもいい情報ばっかりお届けいたしましたけどね、ちょっとでも知っていただけたかなと思いますので、どうぞ皆さん、これからも、よろしくお願いいたします。さよなら。